まあ、やったときはちょっとわかんなかっどうなってるのかよく分からなかったので、まあ裏に、裏に行ってからあかなという感じですね、最初は、まあ、セーフかどうなのかっていうところをまず確認して、ベースから離れられなかったので、その後にっていう感じですかね、はいまあ、今は、えっと、まあ、痛みもだんだん引いてきてるので、はいえーまあ、自分の線が戻ってきてるのかなと思ってます。あどうなんですか、ねまあ、テーピングしたりとかしてるので、あまあ、いつもと違う感じはしましたけど、そこまで大きくは。 あー違わなかったかなとは思います、ね。まあ、単純に、えー、最後も1、2塁も最後はボールだったので、しっかりと見送れてれば、あーまあ、フォアボール取れてたんじゃないかなっていう打席だったなと思います。最初は、まあ、試合中ももそうううででしたたけどもうずっっっとめ、まあ、冷やさないようにっていよにてててののが一あー大事って言われてたので <laughs> 試合中もずっと、えーまあ温めるようなあ機械を、まあ、つけて、インニング間は基本的には過ごしてましたし、まあ、開会式の時もお、セレモニーの時も、えー、同じのをつけて、まあ温めるようにという、塁、まあ、では、えーまあ、スライディングをした時に、えー、左手があやっぱついた、同じようなモーションに入った時に、やっぱりまたあ今の状況だとくる、外れる。

えー、この、まあ、シリーズというか、今シーズンが全部終わった後にまたあー、また、あ、改めてあー、それなりの、まあ、検査をして、まあ、いい状態なのかどうなのかっていう、まあ、今の段階ではあ問題ないんじゃないかなとは思ってますん、まあ、打席の中ではもう、あんまり、まあ、覚えてないというか、あのー、痛い、痛くないという感じは、まあ、顔にどの程度出てたかよく分からないですけど、あんまり考えてはなかったですかね。 まあそれはフレディに聞いてもらって僕はちょっとあの彼の状態はまあ彼自身じゃないのでわからないですしあーどうなんですかねまあこういう舞台だとアドレナリンが出てある程度の痛みが耐えれるのかもしれないですしはい出れるというはいまあ気持ちというかまあ実際に検査を受けてえまあ処置をすればあ出れる状況だということだったのでまあそれに対してさっきも言いましたけど 自分のベストを尽くし,尽くしますよっていうことです、ね、うんまあチームの士気だけはやっぱり避けたくはないですしまあ怪我人も、まあ、いる中でフレィもそうですけどまあみんなが万全の状態で必ずしも出てるわけではないので、えー、まあみんなどこかしらやっぱり痛み抱えながら出てる選手も多いと思うので、えー、まあその中で自分のできることっていうのをしっかりとやれればいいんじゃないかなと思ってます。出、ま、出、あ、出れるるるならやっぱり出たい出たいというかまあ出る準備をするのが あまあ、当然の、まあ、ことではあるので、まあ、その上でチームがあー、まあ、出てほしいというか、まあ、必要だって言ってくれるのであればあ、まあ、最善の準備をして試合に臨みたいなっていう感じですかね。んまあ、試合の中ではもうん、まあ、痛い痛くないっていうのはあんまり考えてないので <laughs> もう痛くないっていう気持ちでやってますしまあその悪化だけはしないように。 あのまあ、やれることっていうのは、総令の時もそうですけど、最低限のあやれることっていうのは、まあ、継続してやりたいなと思ってます。えー、っと、まあ、ドクターに言われてるのは、なるべく、まあ、固定してというか、はい、枕を挟んで固定したりとか、あまあ、寝てない時は逆に動かして、えー、固まらないように、えー、するのが、まあ、いいとは言ってました。